練習前ってトレーナーさんってどんなお仕事してるのかなって、ちょっとその日の練習に怪我をしている選手が入れるか入れないかっていうのを判断して、それを SN さんに伝えて、それをもとにメンツを組むっていう感じだから、そこの判断だったり、あと練習に入れるようにちょっとケアしたりとか、そういうことをやってます。なるほど。はい、ありがとうございます。結構なんかシーズン近くなってきて、うんうん、なんかどういう思いで練習見てるのかなって、トレーナーさんの方だったと思うのかなっていうのを気になります。トレーナーとしてはちょっとドキドキしながら、やっぱり今戦力かけた後結構大きいから怪我しないでくれよって思いながらみたいな、やっぱりそういう風に。そうそう、あとはやっぱり自分が担当してる選手っていうのがいるから、その選手がしっかり練習して試合のできるだけスタメンに近いところまで行けるように頑張れって思いながらサポートしてる。なるほど、分かりました。ありがとうございます。何かあげた？知らん。まあ別にできることは全部やったからいいや。何かがなければ。これよ。これが出てくる。上級生の練習に合流して何ヶ月や1ヶ月もっとか、そうですね、経ちましたけど、どうでしょうか。僕は OL と、なんかタイトエンド目指してて、でも結構 OL とそのレシーバーのパートレンはあんま上級生とは一緒じゃなくて、基本1年生だけなんですけど、たまに先輩と混ざるとやっぱ先輩たちレベル高いなって感じます。あ、やばい。楽しそうに喋ってる。楽しそうに。真剣な顔してる。だって3000万円。どうして？どうして？もう西田さんが受け出して気するからめっちゃ気になってしょうがなくなってあ、開幕1ヶ月伸びましたけど、チームの感じはどうでしょうか。1ヶ月伸びたことで、逆に、プレーの精度を高めようとしていて、1ヶ月伸びたことをプラスに捉えられるように頑張っています。個人的な調子はどうでしょうか。春からずっと、大きな怪我なく過ごせているので、シーズンまでに、もっと万全な挑戦して、もっと筋力もアップさせたいし、体力もアップさせたいです。ありがとうございます。
やりたいなって自分自身も思うし、本当に今までで一番いい最高の練習にしよう。どうぞワンツースリーワンツースリー。Yeah.